こんにちは、関です。本日は両リーグの順位争いについてお話ししたいなと思います。2024年ペナントレースも終盤に差し掛かり、勝負の季節になってきました。今シーズンはパでは開幕当初から上下が独走、そしてセでは1位から4位が非常に僅差の大混戦、セではどこが優勝するかわからない、そんな戦いでもありました。その中でさすがに終盤に差し掛かって差が出てきた部分もあれば、大混戦になっている部分もあります。そんなセパの順位争いについて、9月に入りますし、改めてこれからどんな戦いになるかお話ししたいなと思います。まずパリーグから、現在首位のソフトバンクが貯金33で独走中、マジックも15です。さすがに日本ハムと11ゲーム差離れている状況の中で、ここから1ヶ月で大逆転というところはもちろんゼロではないものの、かなり現実的には苦しいです。そして最下位西武はこの2週間こそ8区の貯金2ではあるんですが、現在の借金は41です。 CS というところはまあもう完全になくなってしまいました。その中で2位3位争いというところで考えると、日本ハムが貯金11、ロッテが貯金5、楽天が借金1、オリックスが借金6、この状況でそれぞれが3ゲーム差ほど差があって、オリックスは2位日本ハムまで 8.5 ゲーム差、そして3位ロッテまで6ゲーム差、まあゼロではないんですが、さすがにオリックスも苦しいところで、現状考えるならば日本ハム、ロッテ、楽天かなと思っています。その中でまずハムの残り日程から、当然上を目指していくためにはソフトバンクに全勝というより、そもそも全勝が最低限のスタートではあるんですが、まあ2位というところ、地元 CS というところを現実的に目指していくためには、順位対象チームをしっかりと叩くことが必要になります。今期のハムはロッテ戦で貯金がなんと11、楽天西武にも貯金がある一方で、オリックスには借金、ソフトバンクに借金4という現状です。その中で残りのカードでは楽天に7試合、西武に5試合と残しているということは決して悪くはなく、ソフトバンクに残り4試合という状況、直接対決になり得るロッテ戦はもうあと1試合しかないんですよね。まあ実際かなり好相性でもありますが、基本的に勝ち逃げというか、ここから直接対決でロッテが日本ハムを抜くというところはあまり考えなくていいかなと思うので、まず西武戦をしっかりと勝ち切ること、先日は2試合連続逆転負けとまさかの形でしたが、まずはハムとすると西武戦を落とさないこと、そして楽天戦をしっかりと勝ち切って CS、 そして2位を固めたいところ。チームとして打撃陣こそまずまずも、投手陣がかなり疲れてきていて、勝ちパターンすら不安になってきました。もちろん戦力供給、宮西選手の復活や柳川選手のアピールというところは大きいですが、ブレイクイヤーの柳川選手が最後まで持つか、まあもちろん負担も大きい名畑選手のも最後まで持つかというところ非常に重要です。2年連続最下位から2位を固める最重要な月になります。そして3位ロッテ。ロッテは残り西武戦を7試合、オリックス戦を3試合、そして楽天戦を9試合、ソフトバンク、ハム戦ともに残り1試合という、まあ、上位チームと残り試合数が少ない偏った日程になります。ご存知の通り、ロッテは西武に対して貯金が15、先日ついに16連勝で止まってしまいましたが、残りまだ7試合残しているんですよね。これだけ好相性なチームなので、やはりまだまだ残り試合数があるというのは非常に有利でしょう。一方で順位対象チームでもある日本ハムに対して借金11というのは非常に痛く、残り試合も1試合、そしてソフトバンクに対し借金7で残り試合数は1、 CS 争いではもちろん加われますが、上位チームに対して借金18で、西武に対しての貯金15を食い潰しているような現状でもあります。2位を目指すためには他力本願的にもなりますが、ロッテはひたすら西武を叩き、残り9試合ある楽天戦を勝ち越して3位を固める、そしてその間にハムが落ちてくるのを待つ、そんな状況になります。ロッテもハムも日程的に厳しいということはなく、ハムは最大連戦が5、ロッテが6、本拠地での試合よりビジターが多いというところは苦しいですが、得意セーブ相手にはベルーナでもしっかり勝てているので、ここを取りこぼさないということがまず一番重要です。ただロッテは少し岡選手らの離脱、外ポランコらが失速してきているのが痛いところで、この2人の復調、そしてコンディション不安から低調の高部選手、岡選手のヒート復調が待たれるところです。そして楽天、想定以上の戦いができているチームではありますが、ここに来たオリックス戦での3連敗は非常に痛いです。その中で残り試合数が多いのがロッテが9試合、日本ハムが7試合と、順位対象チームが非常に多いチームなんですよね。当然ロッテまで3ゲーム差、日本ハムまで6ゲーム差あるので、現時点で差はありますが、まだ双方ともに逆転も狙えるチーム。ただもちろんハムもロッテもそこは把握しているところではあるので、ある程度固めてくる戦いではあるかなと思います。ロッテからしてみれば、楽天戦を落とさなければ3位は固められますし、ハムはとにかく楽天と西武、下位チームと相手に取りこぼさないことが重要になるので、鍵を握ってきているところはあるかなと。まあ、ロッテとハムともに下位チームに落とさないということが一番重要で、
ロッテからしてみると楽天戦を落とさなければ3位は固められますし、ある程度順位的そしてゲーム差的にもある上のチームはまず下位チームに取りこぼさないということが必要です。その中で楽天は鍵を握ってきているところではありますが、8月は借金、6月7月と貯金を作ってきただけに痛いところですし、ここに来てオリックスに対して3連敗、オリックスとのゲーム差が 1.5 とやや下が見えてきてしまったのは不安なところ。阿部選手が本塁打5本とパンチ力を見せている一方で、浅村選手も上がりきらず、フルイニング出場を続ける小郷選手も失速中、投手的にも夏場にかけて苦しいところがあります。作戦面、系統面でも采配に批判は多いところではありますが、この勝負の9月パの CS 争いでまだ十分チャンスはあるかなと思います。そしてセリーグ、現在の順位がこちらです。1位広島と2位巨人はわずかの差、そして3位阪神、4位 DeNA が 1.5 ゲーム差。もちろん2位巨人と3位阪神も5ゲーム差と十分可能性はありますが、目下で見える広島巨人の優勝争い、阪神 DeNA の CS 争いというところがセリーグで注目されるポイントでしょう。その中で広島の残り試合がこちら。はい、他のチーム以上に広島は残り試合数が多めで、日程的にはやや苦しいです。まんべんなく残っていて、中日に6試合、 DeNA に5試合、ヤクルトに6試合、阪神に3試合、巨人に6試合、阪神戦以外はまだまだたくさん残っています。そしてなんと6連戦、7連戦、6連戦、5連戦、3連戦、日程的には雨天中止が多かった影響でかなり厳しいです。しかし希望とするのであれば、25試合ある9月の試合の中で16試合がホームなんですよね。まあ少し希望もあるかなというところです。当然順位対象チーム巨人相手にはまだ6試合あります。ただ全ての試合がマツダ開催なんです。マツダでは現時点で巨人に対して4勝1敗に分けと勝ち越しているので、相性通りいけばかなり有利でもあります。広島は阪神に勝ち越し、ヤクルトに貯金8、 DeNA に貯金7と下位チーム相手にしっかりと勝ち越すことができ、巨人には5割ですが、中日にはなんと借金4。まだまだ苦手中日戦は残していますし、巨人戦がホームとはいえ多く残っています。得意チームも多いとはいえ、日程的には厳しめでもあるので、ここを乗り切りたいところ。8月は貯金6と一気に上に行ったところではありますが、阪神中日と連続で負け越してしまったところはあります。打撃的に苦しんでいたチームですが、8月前半は比較的好調、大型連勝もありました。ただやはりある程度先発が試合を作って救援で逃げ切る広島の戦いぶりで、最後まで戦い切りたいところです。そして巨人、巨人は9月の日程的には6連戦が2回、最後に5連戦と決して日程的に余裕があるチームではありません。直接対決の広島で6試合、ヤクルト、中日、DeNA と今のところ多く貯金を作れている3カードが合計6試合。幸い2位争いでもある阪神とは5ゲーム差ある中で、阪神との試合数的には2試合です。巨人的には DeNA をしっかり叩き、まず CS、A クラスを固めることが最優先。まあもちろんゲーム差的にはあるので、そこまで CS、B クラスというところを心配しなくていいと思いますが、日程的には連戦であるので連敗等があると危ないところではあります。当然巨人とすれば上を見る広島との首位争い、苦手マツダスタジアムでの6試合でもあるので、ここを何が何でも勝ち越すことが求められますし、ここを勝ち越すことができれば本当に優勝が見えてきます。9月10日からの3連戦、ここが山場、天王山でもあります。8月は貯金3、投手的にはやや苦しみ、月間防御率3点台は今季初で、エースクラスの投手たちでも苦しんでしまった部分があります。現在浅野選手がチームに勢いをもたらす打撃を見せてきていて、このまま起爆剤的に主力的に成長というところも期待したいですし、優勝に導きたいところです。そして阪神、甲子園球場をホームとしていますが、そこまで中止自体が多いわけではなく、日程的にも厳しくはありません。もちろん6連戦、7連戦があるので簡単ではありませんが、それ以降は4連戦、3連戦、まあ、10月以降に予備日のところで埋め合わせがあるかもしれませんが、現状で言うとそこまで大きく苦しいわけではありません。ただその中で順位対象チームでもある DeNA とは6試合あります。残念ながら1位広島とはもう3試合、2位巨人とは2試合と、上を目指すためにはもちろん巨人広島を叩きたかったところではありますが、日程的にはそれはできず、しっかりと直接対決を全勝で過ごし、他のチームにも負けないなんていうことが求められます。もちろんそれを現実的に期待できるチームなのであれば、現状ここまでの差にはなっていないと思うので厳しいところがあります。広島には借金1で、巨人には5割、そして他のチームに対しては勝ち越していますが、大きなプラスを作ることができず、8月も借金2、打撃的に一時期に比べればまとまってきましたが、投手陣でも大量失点の試合があったり、直接対決の広島には勝ち越すことができたところはありましたが、巨人には負け越しなど、
巨人には負け越したり、中日、DeNA には連敗もあったりと、取りこぼしてしまった部分もあったか、上を目指すのが難しくなりました。もちろん CS 戦を狙っていくためには、しっかり DeNA を叩くことが必要です。投手陣が苦しんだ8月、勝負の月になっている中で、今季苦しんできた投手たちの奮闘、さらに守備でも佐藤輝明選手中心に苦しんできた部分があるので、投手と守備でかっちりとした戦いということが求められますが、少し苦しいところもあるかもしれません。なるべく自滅を減らして勝ち切りたいところ。阪神はもしかすると最後多く試合を残している DeNA の結果次第でクラスが決まるということがあるかもしれません。そして DeNA、 現状2位は 6.5 ゲーム差あるのでかなり厳しいですが、3位の阪神とは 1.5 ゲーム差、今季は下位チームでもある中日、ヤクルトには勝っていましたが、上位チームの巨人、広島に苦しんできたチーム、その中で残りのカードはヤクルトが2試合、中日は画像上は2試合ですが、直近のバンテリン3連戦が台風の影響で中止になってしまって、火曜日も開催できるかが微妙なところで、日程的にはかなり厳しいです。現状セリーグで最も試合を残しているチームなので、10月ギリギリ、そして9月の日程、移動日含めて厳しくはあります。もちろん阪神との直接対決が6試合、まだまだわからないといえばそうですが、苦手広島と5試合、巨人にも6試合、この2チームに現在借金が13という状況で、ここを勝ち越すのはかなり至難の業です。もちろん阪神に勝ち切ることは大事ですが、その間にその上位チームに多く負けてゲーム差が離れてしまうとなると、直接対決が順位争いになりません。得意チームのヤクルト、中日のカードを勝ち切ること、そしてもしゲーム差が競っていれば、延期になった3試合の中日戦が最後の勝負の分かれ目、セリーグの順位を決める戦いになるかもしれません。セパ順位争いこんなところ、私は西武、中日、そして次に応援しているのがオリックス、ヤクルト。お察しの通りだと思いますが、5位6位を独占しています。正直この動画を作るまで順位争いのゲーム差等を把握していませんでした。線も混戦と言われながら、かなり2位と3位は離れてきましたし、パモ、ロッテ、ハム、楽天とここに来て順位争いチームが苦しんできているカオスな状況になってきています。もちろん順位争いが最後まで楽しめるチームが多いことに越したことはないですが、今年は西武が独走、そしてソフトバンクも独走、線も2チームがマイナスに抜けているような状況です。パー独走の反面、背は少し抜き切るところが見えません。最後までわからない戦いではあるかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。